はいどうも、吉助と申します。今回は何を作っていくかと言いますと、鶏のもも肉を使いまして、皆さん大好きな油淋鶏作ってみたいと思います。できるだけ簡単に分かりやすく美味しく作ってみたいと思います。それでは早速参りましょう。本日もよろしくお付き合いください。はい、まずは鶏のもも肉です。こちら今日は筋を切るぐらいの下処理しかしません。硬い軟骨や気になる皮の部分があれば外しておいてもらえればいいかと思います。鶏ももの下処理に関しましては過去の動画で詳しくやってますので、こちらをご参照ください。概要欄の方にリンクを貼ってます。今回の下処理としましては、縮みを防ぐために筋繊維を断ち切るように切れ目を入れていきます。筋繊維は縦に入ってますので、それを断ち切るように少し深めに包丁を入れていきます。切れ目が入りましたら縦に2枚に切り分けておきます。若鶏のもも肉は1枚あたりが約 300g 前後なので、2人前から3人前の分量となります。次に鶏もも肉を漬けておくための漬けだれを作っておきます。フリーザーバッグを用意していただいて、そちらに調味料を合わせていきます。料理酒が大さじ2、薄口醤油を大さじで2杯、なければ普通のお醤油でも大丈夫です。おろしにんにくを小さじで1杯、おろし生姜も小さじで1杯、全部入りましたら袋を揉むようにして中の材料をよく混ぜてください。よく混ざりましたら先ほどの鶏もも肉を入れていきます。入りましたらタレがもも肉全体になじむようにフリーザーバッグを揉みます。漬けだれがもも肉全体に行き渡ったら、フリーザーバッグの空気をできるだけ抜くようにして口を閉じ、冷蔵庫で15分から30分ほどマリネしておきます。鶏肉を漬け込んでいる間にかけだれも作っておきます。先にかけだれに入れる京ネギをカットしておきます。京ネギは普通サイズのものであれば白い部分の3分の1本使っていただければいいと思います。今日の京ネギはちょっと太いので4分の1程度を使ってカットしていきます。切り方としては、普通のサイズの京ネギであれば縦に2分の1にカットして小口から小さく切っていくような形で、OK です。今回の京ネギは太いので4分の1にカットして小口から切っていきます。次に電子レンジにかけられる耐熱の容器を用意していただいて、そこにかけだれの材料を合わせていきます。上白糖を大さじで1、ごま油も大さじで1、濃い口醤油大さじで4。今回は油淋鶏の添え物にキャベツの千切りを用意するんですけれども、それも美味しく食べるためにタレは少したっぷりめに作っておきます。あとお酢が大さじで3、おろし生姜が小さじで1、おろしにんにくも小さじで1です。ここまで入りましたら全体をよーく混ぜて電子レンジで1分半から2分ほど加熱し、中のニンニクと生姜にも火を入れておきます。タレがしっかりと加熱できましたら、そこに先ほどカットしました京ネギをすべて入れます。タレの余熱で京ネギにも軽く火が入りしんなりしてきます。あとキャベツの千切りを適量で作っておきます。今回は8分の1玉ぐらい使いました。千切りキャベツはタレをしっかり吸うようにできるだけ細くカットしてあげてください。スライサーや千切りキャベツ用のピーラーなどを使うと簡単に細い千切りキャベツができます。手を切らないように気をつけてください。千切りキャベツできましたら、一旦キャベツの臭みを取るためにも流水でさらしてあげてください。漬け置きしておいた鶏のもも肉にたっぷりの片栗粉で衣をまとわせます。
片栗粉はフリーザーバッグの中に直接入れていただいても大丈夫です、その方が洗い物も少なくなりますしいいかと思います。今回は見えやすいようにバットの方に開けて片栗粉をまぶしていきます。鶏のもも肉の表面と裏面に約大さじ2杯分ぐらいの片栗粉をまぶし全体になじませていきます。なじませていくと漬けだれを吸い込んだ片栗粉の衣が出来上がります。ここまで準備できましたら鶏を揚げ焼きにしていきます。火加減は中火でたっぷりめのサラダ油を敷きます。サラダ油がしっかりと熱せられたら鶏を皮目から揚げ焼きにしていきます。皮目はパリッと綺麗な焼き色がつくまでじっくりと揚げ焼きにしてあげてください。フライパンの火の当たり方にはムラがあるので焼き色をできるだけ均一につけるために時々鶏の位置をターナーなどを使って変えてあげてください。皮目がパリッと綺麗な焼き色がついたらひっくり返します。ひっくり返す際にはフライパンのヘリなどを使って油が跳ねないように気をつけてください。ひっくり返しましたら火加減は弱火に落として中までじっくりと火を通していきます。しっかりと中まで火が通りましたらバットにペーパーなどを敷いてそこに引き上げていきます。引き上げる際にはバットのヘリなどを使って立てかけるように引き上げてください。そうすると油の切れがよくパリッとした状態が保てます。それでは盛り込んでいきたいと思います。キャベツの方はしっかりと水を切って適量でお皿に敷いておきます。揚げ焼きにしたもも肉は熱いうちにカットをしてキャベツの上に盛り付けていきます。厚みとしては1センチ幅ほどの少し厚みを持たせたカットがベストだと思います。熱いうちにキャベツに乗せることによってキャベツが少ししんなりしてきます。そこにたっぷりのタレをかけることによってキャベツがすごく美味しい添え物に変身します。漬け汁を吸った片栗粉の衣もカリッといい感じに焼き上がってます。あとはタレをたっぷりとかけていただいたら完成となります。キャベツにもたっぷりとタレかけてあげてください。はい、いかがだったでしょうか。油淋鶏ゆっくり作っても1時間以内には仕上がるお料理ですしボリュームもありご飯にもよく合いますしお酒のあてにもいいかと思います。晩ご飯にぜひ一度作ってみてください。本日のレシピは概要欄の方に記載しております。そちらからご確認ください。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも皆さんのお役に立つような動画を作っていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。